怪異を語り恐怖を紡ぐ話芸怪談、住倉カオスの怪談カタルシスの開幕です。一個だけね、非常階段のところにボコッとこう、なんつうの、鉄柵みたいのができてるんですよ。でそこで最初にある、あの電話会社がそこを使ってた時に飛び降り自殺が、怖っ。でも、あ、でも海はそういうこと多いですもんね。まあ海もそうですよね。よく似た話、うん、まあ、僕普段、YouTube にですね、まあ、動画を毎週上げてるんですけども、怖い話を上げてたら全国の方が見てくださってて、そこにあのアミに喋らせたい怪談ありましたらこちらっていうアドレスを貼ってるもんで、全国からいろんなお話が届くんですけども、北海道にお住まいの女性で、ミーネさんという、まあ、お名前の方なんですけども、その子がですね、高校3年生の時の夏なんですよね。高校3年生の夏っていうとやっぱ進学とか就職とか考える時なんですけども、オープンキャンパスってあるじゃないですか、あのいわゆる気になる大学があったらそこちょっと下見に行ける日がそこの大学の中で設けられてまして、中の敷地まで見れたりいろんな行事を見れたりっていうそういう日があったんで、ちょっと気になる大学のオープンキャンパスに参加しようって話になったんですね。そしたら意外にですね、あのクラスメートの仲いい子たちもそこの大学気になってたんだっていう子がね、他にも3人もいたんで、ああじゃあ4人で行こうかって話になったんですね。そしたらその3人のうちの1人の子がですね、両親が車を出してくれるって話になりましたんで、あ、よかったと、電車だと結構遠いから車だといいねって話になって、両親に運転してもらって、車でね2時間ぐらいかかるんです。結構遠いんですね。でそこでですね、じゃあお願いしますと頼むことにしまして、実際当日迎えたんですね。でご両親がですね、まあ、6人乗りの車で来てくださってですね、お父さんが運転して、お母さんが助手席で、友達2人が真ん中の列で、自分はミネさんは一番後ろの3列目の右側に座ってたんですね。でもう一人横にも友達がいるっていう6人の状態で、そのままオープンキャンパスに行くんですね。明るい時間からまあ終わったんですけども、まあしばらく走って結構遠いところまで来たんで、まあ寄り道なんかも帰りにしつつ、そこの町を出てじゃあ帰ろうかってなったのが夜の19時ぐらいだったんですよ。でそこからまた2時間かけて帰るんですけどね、そのままねブーで車走らせるんですね。でまあ道中長いですからね、 DVD とかもかけたりするんですよね。で2列目のこの2人っていうのは嵐がむちゃくちゃ好きだから、まあ、車内にモニターがついてるタイプなんで嵐のコンサートを見てキャッ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 言ってて、で両親は前で和気あいあいと喋りながら運転してて、自分は特にそれにも興味ないから3列目で結構暇してて、横パッて見たら横の子も寝てるし、ああそうかと思いながらなんとなく窓の外見てるんですよね。まあ2時間ぐらいかかるとはいえ、まあ一応地元なので何度か通ったことある道ですし、ああ大体ここはこう行ってこう行ってこうだなって分かるんですよ。ああここからはしばらくまっすぐだなってなんとなく知ってる道なんですけどね、お父さんがね急に右にハンドルを切ったんですね。で右の方に曲がっていったんですよ。であれと思って、えここ曲がるっけなと思ってたら、そのままブーンって行くんですけど、そのままぐね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 行くと途中から結構道がね小さくなっていくんですね。でえこんな道だったっけな、帰り道じゃないよなと思ってたら、両脇が雑木林になってきて、で舗装こそされてるんですけども、ちょっとずつ狭くなっていくのと同時に、まあ、アスファルトが汚いというか、裂け目から雑草とかが生えてたりとか、で周りは雑木林だしすげえ寂しいとこになってて、民家もちょっとずつちょっとずつ減ってって、最終的にはほとんど民家がない道をブーブーと走ってるんですよ。でえ何これと思ってた時にちょっと変だよなと思ったんだけど、自分もパッて見たら2人は騒いでるし、その前ではお父さんがひたすら前向いてお母さんも前向いてその状態なんですよ。なんだろうこれと思ってたら、その雑木林がバーッとあるその道の両脇細くなってって、アスファルトから砂利道に変わっていくんですけど、そこ両サイドに上り、まあ、旗みたいなやつですね、上りが立ってるんですよ、うん、交通安全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 ってすげえ立ってるんですよ。これは異様だなと思って、前でちょっと騒いでる2人、申し訳ないけどねえねえこれなんかおかしくないおかしくないっていう話してたら、え何何ってなる、ちょっと見てよこれだってこれ帰り道じゃないしおかしいでしょみたいな話してたら、まあちょっと DVD に夢中になってたんですけど、我に返って、え何これ何この道ってなって、ねえちょっとお父さんお父さんってなったんですよ。ブーンって前向いて、まっすぐ前向いて運転してるんですよ。でお父さんお父さんってなってる、えちょっと思って、で一番後ろの席なんで、えこれどういうことと思って、でもこの子はずっとこういう寝てる状態なんですよ。したらその子が急にパッと起き上がって、この先遺体が浮かび上がらない湖だよって言ったんですよ。え何何何何ってなって、そのままねお父さんお父さん止めて止めてって言ってたら、お父さんでもそのままブーンって行くんですよ。でそのままブーンって行くからね、お父さんお父さんって言ってたら、そのまま急ブレーキ切ったわけでもなくキーって止まったんですよ。であ止まったと思って、
で周り雑木林で真っ暗で、何これと思って、でも前はねヘッドライトが映してるんですけどね、数メーター先湖なんですよ、うん、柵もない湖が目の前に見えちゃってて、何これどういうことと思って、でもその時お父さんがボソッとつぶやいたのがはっきり聞こえたんですね。もう少しだったのにって言ったんですよ。で、いやお父さん何言ってんの、お父さんお父さんっていう話になったら、ああそうか、ああみたいになって、これすごいのがお父さんもそうなんですけど、右に曲がるその直前までわきあいあいと喋ってたお母さんも、お父さんお母さん2人とも曲がってからの記憶がないんですよ。で、今何やってたんだっけって言いながら来た道を引き返してって、そのまま右に曲がったところから最初のルートまで戻って家の方に帰ったっていう、まあお話としてはこれだけなんですけども、やっぱこの峰さんという方は、まあ、僕の動画を見てくれてるぐらいなので階段がすごい好きで、こういうのに興味がある方なので、これ彼女がすごいのが、その後町役場に調べに行ったんですよ。はあ。そしたらやっぱりそこにあったあの上りがずらーっと並んでるあれが気になったから聞いたら、実はそこ本当にあの湖の底の藻がすごくて、で、まあ、受水自殺中にね飛び込まれる方が結構多いで、飛び込んじゃうともう藻に絡まっちゃって本当に浮かび上がってこないんだよ。それ聞いた時に、ちょっと待って、じゃああの横で言ってたあの子のあれって何なのってなって、その子も覚えてないんですよ。私そんなこと言ったっけって言いますね。で実際にそれを調べていったら、そこに飛び込む人たちっていうのは確かに自殺も多いのかもしれないけど、車だったりバイクでそのまま行く人たちが多いから、その直前であるあの道にもう町が上りを立てて交通安全交通安全交通安全ってやってるんですけども、それってもしかしてじゃあ本当に全部が自殺なのかって言ったらちょっと分かんないですよねっていう、まあそういったね水辺に関わる話ってあるんだなというお話でございます。はい、ちょっと怖っ、ね、たまんないですね、通りはですね、うん、まあ、引っ張っていってるんですかね、もしかしたら。まあ、心霊スポットとかだったら大体もう湿気がすごくてカビ臭くてっていうのがね、あるし、やっぱり水との関係ってすごいよね、あるんでしょうね。電気を通すとかも関係あるんですかね。関係あるかもしれませんね。よくね機械とかね止まったりするのはね、本当心霊スポットは普通のところだと全然止まらないのに急にライトとかね、そうですね、スタッフの人とかね皆さん多分経験あると思うんですけどね。一回僕もこう DJ の現場の時に、一番オープンで、まあスタートで DJ したまあ、男の子なんですけど、彼がなんかもう冗談でなんかお経かなんかの音を遊びでですよ、ほうほうほう、かけたら、もう音響が全部止まって、彼の、まあ、パソコンで DJ やってた、最近できるんですけどねパソコンで、その DJ、そのパソコンが、まあ、延々とこう固まっちゃって動かない、でも固まってるのにお経だけ延々流れてるんですよ。で急いでびっくりしてスタッフ呼びに行こうって言ったらスタッフがいないんですよね、その場に、おかしたら、それ地下のクラブなんですけど、上にその店長さんがいて、ちょっとおかしいんですって言ったら、いや俺怖いから今こっち来ましたって言ってでなんか言ってたんで、なんかやっぱそういう機材系のトラブルってあるかもしれないですね。あれもありましたね、響さんと出会った時に、有名な私にも聞かせてっていうケープがあるんですよ、はい、あの有名なやつで、はいはいはい、であれをあのイベントでやったんですよ、はい、でやって終わって、でまたその第2部になった時に全然関係ないのにいきなり電源が入って、私にも聞かせてって出て、もうびっくりひっくり返したんですよ。ありましたね、突然再生されて、突然再生されたの。声で思い出したんですけど、ほうほう、ちょっといいですか、はい、じゃあちょっと声に関するお話なんですけど、僕の、友人の女の子、まあ年はちょっと離れてるのかな、7歳ぐらいはちょっと差があって、でもまあ地下アイドルの子だったりとか、まあ若い女の子と、まあ、知り合う機会はあるので、まあそんな子がいまして、すごくねおばあちゃん子な子なんですよ。どっちかっていうとご両親とは少し仲が悪くて、でまあおばあちゃん家に行くといつもおばあちゃんは優しくしてくれるから、すごくこうまあ懐いてたというかっていう女の子が、その大好きな、まあ、おばあちゃんを亡くしまして、で、その子から聞いたお話なんですけれども、おばあちゃんの家、まあ、ご家族と、まあ、離れて暮らしてるので、まあ、親戚一度集まったりとかした時のことなんですけど、まあ、おばあちゃんの変な癖があったそうなんですね。でそのみんなでこう談笑してる時とかに、おばあちゃんだけが
突然何の前触れもなくピクッてするんですって。